毎度どうもです。いつも動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回の動画が初めてという方、これからよろしくお願いいたします。私はよく世論調査を取り上げます。数字を信じているのではなく、単なる話のきっかけに使っているだけだったりしますので、そこんとこよろしく。新聞各社が行っている調査って正確なんやろか、あんたらがそうしたいっていう意図もあるんちゃうのとか思っている今日この頃。昔からやねんけどな。2021年7月16日の時事ドットコムニュース。菅氏の政権が9月まで 49.4%、 次のトップ石橋を叩いて渡るっていうような名前のやつおりゃ、あれがトップってなってんねんけど、時事世論調査、次のトップにふさわしい人物を訪ねたところ、石破のシーレールが 14.9% でトップで、2位が川野って書くやつ太郎で、3位は小泉の息子で、4位はしんちゃん前のトップ。この人の名前入れると黄色になってて、ほんまびっくりすんで。ドナルドも赤みたいで、トラトラトラ言いたいことが言えない、こんな世の中になっている時に日本語使いでよかったってつくづく思う。音の強弱によって意味が変わってくる言語やったらこれ大変やで。で、石破さんの母親の おじにあたる方が自由なおそうめん屋さんの日本のグランドマスターとなっとるから、その関係でめっちゃアゲアゲなんかもしれんね。石破っていろんな政党行ってんねんけど、新進党にいたんよね。で、新進党っていつも言ってんねんけど、ド派手なオープニングセレモニーを行って、子供たちに紺色のスカーフと赤いスカーフを任せて手を振らしてたんやけど、政治の世界において赤いスカーフっていうのは共産主義の誓いやねん。ちょっと変な発音にしといたわ。中の国の一党のところと同じ思想やねん。だから必死に持ち上げはんねんなって見てるといいよ。で、今現在菅氏があかんからって言うて前みたいなことにならないようにしないといけませんよね。一度騙されてしまった人は二度三度と同じことやってしまうらしいから、もうそれだけはやめてね。運命共同体やねんから、今はごまかしごまかしやっていくしかないねんて。そう、おそうめんといえば、最近動画のサムネイルにそうめん茹でるなって書かれたそうめんの茹で方を出してくださってる田舎そば川原さんの動画が話題やねんけど、おそうめんはぐつぐつ茹でるのではなく、お鍋にたっぷりのお湯ぐつぐつしたところにパラパラって入れて、お箸で混ぜて蓋して火止める。で、5分放置、そして流水で揉んで洗ってぬめりを取る。そしたらダマにならないよって。やってみたらめっちゃ良かった。おそうめんが美味しい季節になりました。でも、別の自由なおそうめんはちょっといただけないわよね。